皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。今回使っていくのは、最近ですね、評価がうなぎ登りの中型支援火力枠使っていきたいと思います。爆弾親父です。はい、ソロでもね全然使ってます。最近のね中型支援なんですけど、まあ強いキャラ結構いっぱいいて、まあちょっとね微妙なキャラもいちゃいるんですけど、例えばウィッチとかマーマンとかね、いるんですけど、なんかもうちょっと前はマイマイがめちゃめちゃ評価高かったじゃないですか。でもなんか最近ね、なぜかマイマイがね、なんかねあんまり好きじゃないんですよ私。というのも、まあ以前あったバランス調整でマイマイの対空性能が下げられたじゃないですか。まあ、もちろんね、下げられるのは当たり前、あ、何でもできちゃったんで下げられておかしくはないと思うんだけど、下げすぎてて、まあ大型戦の時にマイマイをいくら重ねても倒せなくなりました。なんなら対バトルバルーンにマイマイを5体重ねても勝てないかもしれません。取った。そっからちょっとマイマイ使いづらいなって。やっぱ支援中型ならば、空をね見れる支援中型であるならば、空キャラも見てほしいなっていう願望があったんで、ちょっとね見づらいなっていう部分で、最近ね、まあ、いろいろとね悩みがあったんですけど、そこら辺の文字ハウ、まあ、そんな話はさておきね、最近爆文字がねとてもとても使いやすく感じます。直してよー。違うよそれは君。あ、倒した。倒すならまあいいや。これさ、スケ相手嫌なんじゃね。いざでしょ。あ、削った。あー、ぶっ飛ばしか。やっぱ入っちゃうか、さすがに。おい、やめてくれよ、タイミングいいよそれ。でも戦い行くか。これでもし横当て火力来ちゃったらもうドンマイです。あ、それはもうしょうがない、そもそもしょうがない。でもね、ロボはね見ないつもりでいます。ロボは見ることないなって思ってますね。はい、これですね。横から殴る火力キャラ、マジ安定感ありまくりです。取っていく。はい、倒して。これね、跳ねるのもすごい強くて、遠くの敵届いちゃうんですよ。で、耐久値もね全然悪くなくて、2コストの殴り合いとかでも別に負けることないみたいな。近距離で殴り合ってもね、支援キャラなのに殴り負けもしないと。大型戦での火力も出せるし、中型の殲滅もできるし、とにかく使いやすい。チビグリとかブルートみたいに、なんかもう困ったらっていうか、もうとりあえず置いとけみたいなことができるキャラで、その中でも火力が安定してる中型支援火力です。はい、それではね続いてやっていきます。ただしですね、爆弾親父は支援火力としてすごい優秀だと思ってるんですけど、まあ1点だけね、対空性能がとても弱いっていう部分があります。爆弾親父の爆弾は敵がねいればいるほど跳ねて跳ねて跳ねを繰り返して、で、5回かな、確かマックス。跳ねたら爆発すると。で、その爆発が、範囲かつ、対空を持っているんですよ。その爆発するとこに、空キャラがいれば対空はできるんですけど、いなかったらね、なんか跳ねて跳ねて違うとこ行って、空キャラのとこで爆発しなかったら対空できないんですよね。っていうところもありますんで、まだチビグリとか、ブルードの方が対空性能は上だと思ってます。ただそれであっても、もう圧倒的使いやすさ、もうなんだろう、対空性能を考慮しないならば支援キャラの中でもトップクラスかなって思ってます。火力が欲しいならね、相手のキャラ倒したいよって思ってるならばトップクラス。まあ鬼っぽいか。はい、いやこれでも倒さそうだな。ここはね、復活してもらって、あー、マジかよ、それ。潜られちゃうと、もったいないね。で、相手キャラ強いな、これ。
はい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 、ちょっとロボ側に頑張ってみましょう。うん、はい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 、ウニンコの豆つけ流しますか。まだ爆弾おやじ効くないからね。でこれシャーク終わりだね。これで削りに行こう。パンパンではないが、こういう時もね爆弾おやじでね一方取れるんですよね。この位置触られずに投げれるっていう素晴らしき位置だね。ここもね、まあ、ちょっとそこでスキル打たれたら引っ張られちゃうからあれなんですけど、え、なんか負けんだけど、守護天使。何？何事？まあ、倒しましょう。倒しはする。え、なんかいつの間にか倒してね。あの、あいつを。あ、来ましたね。まあ、来たけど、突破は不可かな。ただこうやって、触られずに一方的に殴れるっていうのは、本当に来ようかなと思います。倒した。ただちょっと間に合わないですね、この先に行けないけど。というわけでドロー。いや大型戦もできるし中型戦も便利だし、もうなんか文句のつけるところがないキャラ。プリキャとマリオネットが重いなって、あとアラレちゃんかな、そこら辺が重いなぐらいで、あとは特に、まあ、カマキリもちょっとめんどくさいけど、カマキリ別に格じゃないです。必ず引っ張られるわけじゃないです。はい、それでは続いていきましょう。爆王子はね、マルチも強いけどソロも強いで、マルチも強いんだけど、もしかしたら今ソロの方が強いかもしれないですよ。まあ、そもそも爆王子のコンセプトとしてはどう考えてもマルチの方が強いじゃないですか。だって跳ねる回数がマックス5回で、跳ねれば跳ねるほど、火力が上がるっていう仕様なんで、マルチの方がいっぱいキャラが出てくるっていうところを考えれば、絶対にマルチの方が強いはずなんですよ。でも、マルチポックルがいるんですよ。ポックルが。多すぎるじゃないですか。エンジェルとポックルがマジで多いんで、爆王子がね、ポックルにやられちゃうんですよね。もちろんね、裏引きした爆王子とかはすごい頑張ると思うんですけど、リーダーの爆王子とかで見せちゃうと、うわ、相手爆弾のリーダーだからポックルちょっと使うの待とうぜって抱えられちゃうんですよ。お、それ天才。そうなるとね、もう途端に苦しくなるんで。はい。こういう時も、もう爆弾が切って、しかも横から殴るから、さっきも言ったけど。横から殴りで、圧かけてって、トン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 、このダメージね。はい、これですよ、皆さん。安定でしょ？さ、素晴らしいと思うもん、これ。で、またこれ一方的に殴るじゃん。このね、角度。この角度よ。マジで素晴らしいでしょ、これ。あとはここだね。どう倒すかだね。あ、ダメージ入ってんな。さあ、一歩を取って。さあ、一歩。そう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 。一生一歩的に殴ってもらって。トントン。大丈夫。まだまだ一歩取るから。はい、安定、安定、超安定。ほら、キャラ出してこいよ。一歩取るからさ。これないよ。強いでしょ、マジで。安定感ありすぎ。ダブルマリオネット？はい、これ大天狗来てですね。ここかな、よいしょ。はい、 OK、 これもがいこう。お、頑張るね。このね、こういうやつもね一方取れちゃうから強いんですよね。はい、巻き込んでやって、はい、この安定感分かります？これ今虹バッチじゃないですからね。バッチなしでこのパワー持ってるからね、負けダメージ。本当に強いと思うよ。ではマルチがポックル多すぎて、ソロもポックルは出てこないわけじゃないんだけど、圧倒的にマルチよりは少ないんで、もしかしたら今ソロの方が強いんじゃないかなって思ってます。
はい、それではね、ラストいきましょう。ラスト爆弾親父ね、バッチなしであんだけのパワー出したら十分だと思います。ただもしね、虹バッチを引けるならば、虹バッチはですね、実は攻撃回数がアップします。攻防 HP アップ、そしてスキル発動率アップに、さらにね、攻撃回数が上がりますんで、圧倒的に火力が上がります。せっかく引いたんでね、これでいきましょうか。カンガルーがいるが、どうしようかな。いや、これ届かないかも。残念。スパッ。まあ、カンガルー行きますか。ただ、イフリートがいるんですよね、今回。イフリートはね、とてもめんどくさい。けど、はい、やってもらって。さあ、いいよ。お、通っちゃった。マジかよ。ただ、爆王子が、爆王子くん安定感ありすぎ。で、これね、あ、捕まっちゃったか。捕まらないことも多々あるんですよね。もしかしたら捕まらないんじゃないかとか今ちょっと期待したんですけど、まあ捕まれましたね、普通に。まあ捕まらないこともあります。もう全然打たないね、スキル。打った。あ、これワンパンかも、これで。もったいないかも。あ、ワンパンじゃない。オッケーオッケー。じゃあいいね。やられた。ゆうすけ、ゆっくりゆっくり来るな。とてもめんどくさい。取った。でかい、これ。そしたら、引っ張りたいな。どっか行くんだけど。マジかよ。フォックで使うとこないよ、もう。ただ、爆王子の火力で押していく。押していくが、時間がないか。スケ復活したか。惜しい。ただ、今、爆王子見ました？ゴーレムクイーン2枚のキス。これができるんですよね。虹バッチの性能もやばいね。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。爆弾親父でございました。爆弾親父はですね、瞬間火力が速い、支援中型、そんな印象。ちびぐりは瞬間火力がちょっと遅い、そのね、状態を、構築するまでが遅いけど、構築してしまったらもうかなり強い、そんな感じ。速度がちょっとだけ遅めで、ブルードはもっと遅い。ただブルードはもっと遅いけど、さらにあいつは召喚時バリアがあったり、泡でね、状態異常を防いだり、ひらめげんしたりとか、スキルのね、射程が広かったりとか、通常攻撃の射程もだけど、対空があったりとか、そこら辺もね、いろいろともろもろとね、いいところがありますので、まあ、違いはもちろんあるんですが、まあ、ちびぐりは4体だしね、はい。爆王子の方が瞬間火力出すのは圧倒的に速くて、今みたいなね、最後の大型戦、ゴーレムとクイーン出てきたじゃないですか。あれってブルードだったり、ちびぐりだったら、多分ね、倒すのね、倒すのってか、倒せてないかもしれないぐらい。なんですよね。もしかしたら負けてるかもしれない。もしかしたらね、それか倒してもミリみたいな。まあ、結局どうだったんですけど、あれ爆王子だからあの速度で両方処理できてるんですよね。っていう部分はあると思います。最近の支援中型火力、超おすすめは爆弾親父でございます。ただね、こいつスキル11で実は、はい、あ、これじゃない、間違えた。こっちですね。はい、跳ねた時とは爆発の威力が増すと。跳ねる時のね、火力もね、スキル10だとね、ちょっとね、心もとないんですけど、スキル11だとね、見るからに減ってるんですよ、相手の体力が。っていうのもありますので、まあ、できれば11取った方がいいのかなとは思います。火力だしね、取らないと、火力足りないってなるかもしれない。火力キャラなのに。はい、というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。